源氏物語ホタル紫式部与の野明子役身に染みて物を思えと夏の夜のホタルカニ蟹を引き手飛ぶ明子源氏の現在の地位は極めて重いがもう帝身としての繁忙もここまでは押し寄せてこず のどかな余裕のある生活ができるのであったから、源氏を信頼してきた恋人たちにもそれぞれ安定を与えることができた。しかもタイの姫君だけは予期せぬ反問をする身になっていた。太夫の弦の恐ろしい化粧とは一緒にならぬにもせよ。誰も想像することのない苦しみが加えられているのであったから、源氏に持つ反感は大きかった。 母君さえ死んでいなかったならと、またこの悲しみを新たにすることになったのであった。源氏も打ち明けてからは一層恋しさに苦しんでいるのであるが、人目をはばかってまたこのことには触れない。ただ答えがたい心だけを慰めるためによく出かけてきたが、玉かずらのそばに女房などのあまりいない時にだけは、はっと思わせられるようなことも源氏は言った。 あらわにり溶けて言うこともできないことであったから玉かずらはただ気のつかぬ風をするだけであった。人柄が明るいほがらかな玉かずらであったから、自分自身では真面目一方な気なのであるが、それでもこぼれるような愛嬌が何にも出てくるのを、兵部卿の宮などはお知りになって、夢中なほどに恋をしておいでになった。まだ大して長い月日が経ったわけではないが、 格と思えないうちに不結婚付きの5月にさえなったと恨んでおいでになって、ただもう少し近くへ伺うことをお許しくだすったら、その機会に私の思い悩んでいる心を直接お漏らしして、それによってせめて慰みたいと思います。こんなことをお書きになった手紙を源氏は読んで、そうすればいいでしょう。宮のような風流男のする恋は、 近づかせてみるだけの価値はあるでしょう。絶対にいけないなどとは言わない方が良い。お返事を時々おあげなさいよ。と、源氏は言って文章をこう書けとも教えるのであったが、何十にも重なる不快というようなものを感じて、気分が悪いから書か,かれないと玉かずらは言った。こちらの女房には貴族での優秀なようなものもあまりないのである。 ただ母君の叔父の最小の役を務めていた人の娘で礼儀な女が不幸な境遇にいたのを探し出して迎えた最小の君というのは、字なども綺麗に書き、落ち着いた貢献役も務められる人であったから、玉かずらが時々やむを得ぬ男の手紙に返しをする代筆をさせていた。その人を源氏は呼んで、駆除して宮へのお返事を書かせた。 聞いていて玉かずらが何というかを源氏は聞きたかったのである。姫君は源氏に恋を囁かれた時から、兵部教の宮などの情を込めてお送りになる手紙などを、少し興味を持って眺めることがあった。心がその方へ動いていくというので話に、源氏の恋から逃れるためには、 兵部教の宮に好意を持つ風を装うのも一つの方法であると思うのである。この人にも技巧的な考えが出るものである。源氏自身が面白がって宮をお呼び寄せしようとしているとは知らずに、思いがけず訪問を許すという返事をお得になった宮は、お喜びになって目立たぬ風で訪ねておいでになった。 つまどの室に敷物を設けて貴重だけの隔てで会話がなさるべくできていた。心にいほどの空抱きをさせたり、姫君の座を繕ったりする源氏は、親でなく、横島な恋を持つ男であって、しかも玉かずらの心にとっては同情される点のある人であった。 最小の君なども会話の取り継ぎをするのが晴れがましくてできそうな気もせず隠れているのを源氏は無言で引き出したりした。夕闇みが過ぎて、暗く曇った空を後ろにして、しめやかな感じのする風彩の宮が座っておいでになるのも縁であった。奥の室から吹き通う焚物の甲に源氏の衣服から散る甲も混じって宮のおいでになるあたりは匂いに満ちていた。 予期した以上の小うげな趣きの沿った女性らしくまず宮は大思いになったのであった。宮のお語りになることは、地味な落ち着いたご希望であって、情熱ばかりを見せようと遊ばすものでもないのが優美に感じられた。源氏は興味を持ってこちらで聞いているのである。姫君は東の室に引き込んで横になっていたが、 最初の君が宮のお言葉を持ってその方へ入っていくときに源氏はことづけた。あまりに重苦しい仕方です。すべて相手次第で態度を変えることが必要で、そして無難です。少女らしく恥ずかしがっている年でもない。この宮さんなどに人づてのお話などをなさるべきでない。声は大しみになっても少しは近いところへ出ていないではいけませんよ。 などという忠告である。玉カは困っていた。なおこうしていればその用がある風をしてそばへ寄ってこないとは保証されない源氏であったから、複雑なわびしさを感じながら玉カはそこを出て中央の室の基調のところへ、寄りかかるような形で身を横たえた。宮の長いお言葉に対して返事がしにくい気がして玉カが躊躇しているとき、 源氏はそばへ来て薄物の貴重のタレを一枚だけ植え上げたかと思うと、ろうの日を誰かが差し出したかと思うような光が辺りを照らした。玉かずらは驚いていた。夕方から用意して蛍を薄用の紙へたくさん包ませておいて、今まで隠していたのを、さりげなしに貴重を引き繕う風をしてにわかに袖から出したのである。 たちまちに異常の光が傍らに湧いた驚きに扇で顔を隠す玉かずらの姿が美しかった。強い明かりが差したならば宮も中をお覗きになるであろう。ただ自分の娘であるから美貌であろうと想像をしておいでになるだけで、実質のこれほど優れた人とも認識しておいでにならないであろう。公職なお心をやるせないものにして見せようと源氏が図ったことである。 実施の姫君であったならこんな物狂わしい敬礼はしないであろうと思われる。源氏はそっとそのまま外の戸口から出て帰ってしまった。宮は最初姫君のいるところはそのあたりであろうと検討をお付けになったのが、予期したよりも近いところであったから、興奮を遊ばしながら薄物の貴重の間から中を覗いておいでになったときに、 一室ほど離れたところに思いがけない光が湧いたので面白く大思いになった。まもなく明かりは薄れてしまったが、しかも瞬間のほのかな光は恋の遊戯にふさわしい効果があった。かすかによりは見えなかったが、やや大柄な姫君の美しかった姿に宮のお心は十分に惹かれて源氏の策は成功したわけである。 泣く声も聞こえぬ虫の思い出に人のケツには毛いるものかは、ご実験なすったでしょう。と宮はお言いになった。こんな場合の変化を長く考え込んでからするのは感じの良いものでないと思って、玉かずらはすぐに、声は背で身をのみ焦がす蛍こそ弦符より勝る思いなるラメ。とはかない風に言っただけで、また奥の方へ入ってしまった。 宮はうとうとしい待遇を受けるというような恨みを述べておいでになった。あまり公職らしく思わせたくないと宮は朝まではおいでにならずに、軒の,のしずくの冷たくかかるのに濡れて、暗いうちにお帰りになった。ホトトギスなどはきっと泣いたであろうと思われる。筆者はそこまで詮索はしなかった。 宮の御夫妻の縁なところが源氏によく似ておいでになると言って女房たちは褒めていた。昨夜の源氏が母親のような行き届いた世話をした点で玉かずらの苦悶などは知らぬ女房たちが感激していた。玉かずらは源氏に持たれる恋心を自身の発行の表れであると思った。身の父に娘を認められた上では、 これほどの熱情を持つ源氏を夫にすることが似合わしくないことでないかもしれぬ。現在では父になり娘になっているのであるから、両者の恋愛がどれほど世間の問題にされることであろうと玉かずらは心を苦しめているのである。しかし真実は源氏もそんな醜い関係にまで進ませようとは思っていなかった。ただ恋を覚えやすい性格であったから、 中宮などに対しても清い父親としてだけの愛以上のものを抱いていないのではない。何かの機会にはお心を動かそうとしながらも高貴なゴミ分にはばかられてあらわな恋ができないだけである。玉かずらは性格にも親しみやすい点があって、華やかな気分の溢れ出るようなのを見ると、抑えている心が踊り出して、人が見れば怪しく思うほどのことも混じっていくのであるが、 さすがに反省をして美しい愛だけでこの人を思おうとしていた。5日には馬場殿へ出るついでにまた玉カズラを源氏は訪ねた。どうでしたか宮はずっと遅くまでおいでになりましたか再現なく宮を接近をさせしないようにしましょう。危険性のある方だからね。力で恋人を征服しようとしない人は少ないからね。 などと宮のことも生かせも殺しもしながら訓戒めいたことを言っている源氏は、いつもそうであるが、若々しく美しかった。色もつやも綺麗な服の上に薄物の脳死をありなしに重ねているのなども、源氏が来ていると人間の手で染め折りされたものとは見えない。物思いがなかったなら、源氏の美は目を喜ばせることであろうと玉かずらは思った。 兵部教の宮からお手紙が来た。白い薄ように良い字が書いてある。見て美しいが筆者が書いてしまえばただそれだけになることである。毛布さえや引く人もなき磨くれにお振るあやめの根のみなかれん。長さが記録になるほどの勝負の根に結びつけられてきたのである。ぜひ今日はお返事をなさい。などと進めておいて源氏は言ってしまった。 女房たちもぜひというので玉かずら自身もどういうわけもなく書く気になっていた。現れて糸戸浅くも見ゆるかなあやめもわかず泣かれけるねの、乙女らしく、とだけほのかに書かれたらしい。地にもう少し重厚な気が添えたいと芸術家的な好みを持っておいでになる宮は大思いになったようであった。今日は美しく作ったくす玉などが初方面から送られてくる。 不幸だった頃と今とがこんなことにも比較されて考えられる玉かずらは、この上できるならば世間の悪名を負わずに済ませたいと最もなことを願っていた。源氏は花散るさと夫人のところへも寄った。中将がサコン F の勝負の後で役所の者を皆連れてくると言ってましたからその用意をしておくのですね。まだ明るいうちに来るでしょう。 私は何も霊々しく扱おうと思っていなかった姫君のことを、若い新納方などもお聞きになって手紙などをよくよこしておいでになるのだから、今日はいい機会のように思って、東の御殿へ何人も出ておいでになることになるでしょうから、そんなつもりで支度をさせておいてください。などと夫人に言っていた。馬場殿はこちらの楼から眺めるのに遠くはなかった。 若い人たちは綿殿の,の戸を開けて見物するが良い。この頃の左この F には立派な価値観がいて、ちょっとした天井役人などは及ばない者がいますよ。と源氏が言うのを聞いていて、女房たちは今日の競技を見物のできることを喜んだ。玉かずらの方からも道女などが見物に来ていて、老の戸にミスが青やかにかけ渡され、 華やかな紫ぼかしの基調がずっと立てられたところを、道場や下塚への女房が行き来していた。勝負重ねのアコメ、薄愛色の上着を着たのが西のタイの道場であった。上品に物慣れたのが4人着ていた。下塚へはおうちの花の色のぼかしの藻に撫でしこ色の服、若葉色の唐犬などを装うていた。 こちらの道場は小紫に撫でしこ重ねの風見などで応用な好みである。双方とも相手に譲るものでないという風に気取っているのが面白く見えた。若い天井役人などは見物席の方に心の惹かれる風を見せていた。午後2時に源氏は馬場殿へ出たのである。予想した通りに新能方も大勢来ておいでになった。 左右の組み合わせなどに宮中の定例の競技と違って、中小将が見習いって、こうした私の催しに帰って興味のあるものが見られるのであった。女にはどうして勝負が決まるのかも知らぬことであったが、トネリまでが縁な装束をして一生懸命に競技に走り回るのを見るのは面白かった。南御殿の横まで橋は及んでいたから、 紫夫人の方でも若い女房などは見物していた、打球楽、なそり、などの総額がある上に、右も左も勝つたびに観光に変えて落声を上げた。夜になって終わる頃にはもう何もよく見えなかった。サコン F のトネリたちへは倒査をつけて色々な点灯が出された。ずっと信仰になってから来賓は退散したのである。 源氏は花散る里の方に泊まるのであった。いろいろな話が夫人と交わされた。兵部教の宮は誰よりもご立派なようだ。ご要望などはよろしくないが、身の取りなしなどに高画さと愛嬌のある方だ。その他は良いと言われている人たちにも欠点がいろいろある。あなたの弟様でもあの方の方が老けてお見えになりますね。 こちらへ古くからよくおいでになると聞いていましたが、私はずっと昔に御所で隙見をしてお尻も押し上げているだけですから、今日お顔を見て、その頃より綺麗におなりになったと思いました。卒の宮様はお美しいようでも品顔よろしくなくて王様というくらいにしかお見えになりませんでした。この批評の当たっていることを源氏は思ったが、ただ微笑んでいただけであった。 花散るさと夫人の批評は他の人たちにも及んだのであるが、良いとも悪いとも自身の意見を源氏は加えようとしないのである。難をつけられる人とか、悪く見られている人とかに同情する癖があったから、右対称のことを深みのあるような人であると夫人が言うのを聞いても、大したことがあるものでない。婿などにしては満足していられないであろうと源氏は否定したく思ったが、 ひへその心持ちを表そうとしなかった。むつまじくしながら夫人と源氏は別な寝床に眠るのであった。いつからこうなってしまったのかと源氏は苦しい気がした。平尾花散るさと夫人は、源氏に無視されていると腹を立てるようなこともないが、六条院に華やかな催しがあっても、人捨てに話を聞くぐらいで済んでいるのを、 今日は自身のところで会があったことで、非常な光栄にあったように思っているのであった。その駒もすさめぬものと名に立てる右派のあやめ今や引きつる。同様に夫人は言った。何でもない歌であるが、源氏は身にしむ気がした。二穂取りに影を並ぶる若駒はいつかあやめに引き分かるべき。と源氏は言った。 いはそれで良いが夫人の謙遜をそのまま肯定した言葉は少し気の毒である。26時中あなたと一緒にいるのではないが、こうして信頼をし合って暮らすのは良い,いことですね。じゃれを言うのでもこの人に対しては真面目な調子にされてしまう源氏であった。と台の中の床を源氏に譲って、夫人は基帳を隔てたところで寝た。 夫婦としての交渉などはもはや不似合いになったとしている人であったから、源氏も強いてその心を破ることをしなかった。梅雨が例年よりも長く続いていつ晴れるとも思われない頃の退屈さに六条院の人たちも絵や小説を写すのに没頭した。赤史夫人はそんな方の異もあったから写し上げた造紙などを姫君へ送った。 若い玉かずらはまして興味を小説に持って、毎日写しもし、読みもすることに時を費やしていた。こうしたことの相手を務めるのに適した若い女房が何人もいるのであった。数奇な女の運命がいろいろと書かれてある小説の中にも、事実かどうかは別として、自身の体験したほどの変わったことにあっている人はないと玉かずらは思った。 住吉の姫君がまだ運命に恵まれていた頃は言うまでもないが、後にもなお尊敬されているはずの身分でありながら、いまいち歩みで癒しい数えの神の妻にされてしまうところなどを読んでは、恐ろしかった玄のことが思われた。源氏はどこの古典にも近頃は小説類が引き散らされているのを見て玉かずらに言った。嫌なことですね。 女というものはうるさがらずに人から騙されるために生まれたものなんですね。本当の語られているところは少ししかないのだろうが、それを承知で夢中になって作中へ同化させられるばかりに、この暑い寒だれの日に、髪の乱れるのも知らずに書き写しをするのですね。笑いながらまた。けれどもそうした昔の話を読んだりすることがなければ退屈は紛れないだろうね。 この嘘事の中に本当のことらしく書かれてあるところを見ては、小説であると知りながら興奮をさせられますね。可憐な姫君が物思いをしているところなどを読むとちょっと身にしむきもするものですよ。また不自然な誇張がしてあると思いながら釣り込まれてしまうこともあるし、またまずい文章だと思いながら面白さがある箇所にあることを否定できないようなのもあるようですね。 この頃あちらの子供が女房などに時々読ませているのを横で聞いていると、多弁な人間があるものだ。嘘を上手に言い慣れたものが作るのだという気がしますが、そうじゃありませんか。というと、そうでございますね。嘘を言い慣れた人がいろんな想像をして書くものでございましょうが、けれど、どうしても本当としく思われないのでございますよ。 こう言いながら玉かずらはすずりを前へ押し合った。武風流に小説の悪口を言ってしまいましたね。神よ以来この世であったことが、日本儀などはその一部分に過ぎなくて、小説の方に正確な歴史が残っているのでしょう。と源氏は言うのであった。誰の伝記とあらわに言ってなくても、良いこと、悪いことを目撃した人が、見ても見やかぬ美しいことや、 一人が聞いているだけでは憎み足りないことを後世に伝えたいと。ある場合、場合のことを一人でだけ思っていられなくなって小説というものが書き始められたのだろう。良いことを言おうとすればあくまで誇張して良いことづくめのことを書くし、また一方を引き立てるためには一方のことを極端に悪いことづくめに書く。全然架空のことではなくて、 人間の誰にもある美点と欠点が盛られているものが小説であると見ればよいかもしれない。シナの文学者が書いたものはまた違うし、日本のも昔できたものと近頃の小説とは相違していることがあるでしょう。深さ浅さはあるだろうが、それを皆嘘であると断言することはできない。普通が正しい見心で解いて大きになった系の中にも方便ということがあって、 対語しない人間はそれを見ると疑問が生じるだろうと思われる。方等教の中などにはことに方便が多く用いられています。結局は皆同じことになって、母大心は良くて、煩悩は悪いということが言われてあるのです。つまり小説の中に善悪を書いてあるのがそれに当たるのですよ。だから好意的に言えば小説だって何だって皆結構なものだということになる。 と現氏は言って、小説が世の中に存在するのを許したわけである。それにしてもね、古いことの書いてある小説の中に私ほど文字目なく直すぎる男の書いてあるものがありますか。それからまた人間離れのしたような小説の姫君だってあなたのように恋する男へ冷淡で、知って知らぬ顔をするようなのはないでしょう。 だからありふれた小説の型を破った小説にあなたと私のことをさせましょう。近々と寄ってきて源氏は玉かずらにこう囁くのであった。玉かずらは襟の中へ顔を引き入れるようにしている。小説におさせにならないでも、こんな機械なことは話になって世間へ広まります。珍しいことだというのですか。そうです。 私の心は珍しいことにときめく。ひたひたと寄り添ってこんなじゃれを源氏は言うのである。思いあまり昔の後を広濡れど親に背けるこぞたぐひなき。不幸は普通の道でも非常に悪いことにして説かれています。と源氏が言っても、玉かずらは顔を上げようともしなかった。源氏は女の髪を撫でながら恨み事を言った。やっと玉かずらは、 古き後を広濡れ土下に中りけりこの世にかかる親の心は、こういった、源氏は気恥ずかしい気がしてそれ以上の手出しはできなかった。どうこの二人はなっていくのであろう。紫夫人も姫君に託してやはり物語を集める一人であった、コマ物語の絵になっているのを手に取って、上手にできた絵だこと、と言いながら夫人は見ていた。 小さい姫君が無邪気な風で昼寝をしているのが昔の自分のような気がするのであった。こんな子供同士でも悪い関係がすぐにできるじゃありませんか。昔を言えば私などは模範にして良い稀な物語だった。と源氏は夫人に言った。その代わりに稀なことも好きであったはずである。 姫君の前でこうした男女関係の書かれた小説は読んで聞かせないようにする方がいい。恋をし始めた娘などというものが悪いわけではないが、世間にはこんなことがあるのだと、それを普通のことのように思ってしまわれるのが危険ですからね。こんな周到な注意が実施の姫君には払われているのを、タイの姫君が聞いたら恨むかもしれない。浅はかな。 ある方を模倣したに過ぎないような女は読んでいましても嫌になります。ウツボ物語の藤原の君の姫君は重おもしくて過失はしそうでない性格ですが、あまりまっすぐな線ばかりで、姉妹まで女らしく書かれてないのが悪いと思うのですよ。と夫人が言うと、現実の人でもその通りですよ。風変わりな一本上司で押し通して、 いい加減に転校することを知らない人はかわいそうだ。見識のある親が熱心に育てた娘がただ子供らしいところにだけ大事がられた跡が見えて、その他は何もできないようなのを見ては、どんな教育をしたのかと親までも軽蔑されるのが気の毒ですよ。なんと言ってもあの親が育てたらしい良いところがあると思われるような娘があれば親の名誉になるのです。 作者の褒めちぎってある女のすること、言うことの中に思考されることのない小説はダメですよ。一体つまらない人に自分の愛する人は褒めさせたくない。などと言って、源氏は姫君を完全な女性に仕上げることに一生懸命であった。ママ母が意地悪をする小説も多かったから。 その反対な警護の良さを見せつける気がして夫人はそんなものを一切省いて選択に選択をした良いものだけを姫君のために移させたり絵に描かせたりした。中条を源氏は夫人の住まいへ接近させないようにしていたが、姫君のところへは出入りを許してあった。自分が生きている間は衣服の兄弟でも同じであるが、 死んでからのことを思うと早くから親しませておく方が双方に愛情のできることであると思って、姫君の方の南側の座敷の水の中へ来ることを許したのであるが大番所の女房たちの集まっている方へ入ることは許してないのである。源氏のためにただ二人だけの子であったから兄弟を源氏は大事にしていた。 中条は落ち着いた重々しいところのある性質であったから、源氏は安心して姫君の海添え役をさせた。幼いひな遊びの場にもよく出会うことがあって、中条は恋人と共に遊んで暮らした年月をそんな時にはよく思い出されるので、妹のためにも良い相手役になりながらも時々はしおしおとした気持ちになった。若い女性たちに恋の戯れを言いかけても、 将来に希望をつながせるようなことは絶対にしなかった。妻の一人にしたいと心の惹かれるような人も、強いて一時的の対象とみなして、それ以上関係を進行させることもなかった。今でも緑の袖と恥ずかしめられた人との関係だけを尊重して、その人以外の人を妻に義して考えることは不可能であった。 許されようと熱心ぶりを見せればおじの大臣も夫婦にしてくれるであろうが、恨めしかった頃に、どんなことがあってもおじが愛願するのでなければ結婚は済まいと思ったことが、られなかった。雲いの狩りのところへは情けを込めた手紙を常に送っていても、表面はあくまでも冷静な態度を保っているのである。この態度をまた雲いの狩りの兄弟たちは恨んでいた。 玉かずらに右近中条は深く恋をして仲介役をするのは道女の見る子だけであったから、頼りなさにこの中条を味方に頼むのであった。人のことではそう熱心になれない問題だから。などと左中条は冷淡に言っていた。内大臣は腹腹にいく人もの子があって、 大人になったそれぞれの子息の人柄に従って政権の行使が自由なこの人は皆適した地位につかせていた。女の子は少なくて妃先の競争に負け失意の人になっている女子と恋の過失をしてしまった雲井の狩りだけなのであったから、大臣は残念がっていた。この人は今もなでしこの歌を母親が呼んできた女の子を忘れなかった。かつて人にも話したほどであるから、 どうしたであろう。頼りない性格の母親のために、あの可愛かった人を行方不明にさせてしまった。女というものは少しも目が離されないものである。親の不明を思わずに癒しく霊落をしながら自分の娘であると言っているのではなかろうか。それでも良いから出てきてほしいと大臣は恋しがっていた。息子たちにも、もしそういうことを言っている女があったら、 気をつけて聞いておいてくれ。豊章な恋愛も随分していた中で、その母である人はただ軽々しく相手にしていた女でもなく、本当に愛していた人なのだが、何でもないことで悲観して、私に少ない女の子一人をどこにいるかもしれなくされてしまったのが残念でならない。とよく話していた。中ほどには忘れていましたのであるが、 他人が優れた風に娘をかし付く様子を見ると、自身の娘がどれも希望通りにならなかったことで失望を感じることが多くなって、近頃は急に別れた女の子を思うようになったのである。ある夢を見た時に、上手な夢占いをする男を呼んで解かせてみると、長い間忘れておいでになったお子さんで、 人の子になっていらっしゃる方のお知らせをお受けになるというようなことはございませんかと言った。男は養子になるが、女というものはそう人に養われるものではないのだが、どういうことになっているのだろう。と、それからは時々内大臣はこのことを家庭で話題にした。定本、全約源氏物語、中巻、角川文庫、角川書店。 1971昭和46年11月30日開版初版発行。1994平成6年6月15日39版発行。このファイルは古典総合研究所 http www.genji.co.jp で入力されたものを青空文庫形式に改めて作成しました。 構成には2002、平成14、年1月15日44番を使用しました。ただもう少し近くへ伺うことをお許しくだすったら、その機会に私の思い悩んでいる心を直接お漏らしして、それによってせめて慰みたいと思います。の部分は、手紙の一部であると判断し、他の箇所に合わせて一時下げとしました。入力、上田秀夫。 構成、砂場清よ2003年7月19日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http、www.aogora.gr.jp で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。